お母さんと喧嘩して、お母さんと、あーもうまもうなんか、あっあっ、これじゃあたまにはこの違うモードいくか、ワンショット、これでみんなトリックショット狙うぞ。ダメー。わあ !TS 来た、なんでお前遅れたんだよ、おい。おはようございます。え、申し訳ないです。なんでシンプルに寝坊して。お前、どうしてだよ。最近のお、寝坊してなかったね。スラピー OK。え、なに名称ね、ここ。それただのバグです。それただのバグって。俺のことバカにしてんの、お前。何時からやるんすか？何時から？何時からやるんすか？てめえの母親に聞けよ！意味わかんない。この人。やべえ、ちょっとついてきねえ。よし、言わせた。よし、言わせました。意味わかんない。いつまでやってんすか？ここが回して。は？何こいつ？当たんねえ、当たんねえ、当たんねえ。何こいつ？え、なにこいつ、うまいって。それただタモさんが M 悪いだけで。いやいやいや、だってもう当たってるって、これ俺の体感。体感ね。これタッグが回復しない。おーイエス、タマ自分の下半身から取り出せよ、お前得意だろ。トリックショット狙えるよね。そんなことあれもある、これ。え、あーケンキさん、なんかあのツイッターであの植毛手術して、なんか顔がパンパンに腫れてたよ。実況者で植毛してる人初めて見たな。じゃあタモさんもしなきゃ。いや、ふざけんな。俺もちょっとおでこ広いからな、普通に やりてえな。ハゲてるとか言うな、お前。そんなこと言ったらマジでハゲてる。もうもみあげもみあげない、はもみあげハゲ。いや、それは俺が普通に2ブロックだからだろ。2ブロックにしてるんですか、タモさん。え、2ブロックにしてるよ。それはそれはでも、それは本当に犯罪に巻き込まれる可能性が。いやそんなに良くない。お前さんの命が怖い。お前それちょっと前にニュースで上がってた老害やじゃんか。あれぶっ飛んでるよな。マジであれはクソ老害。あれが老害のマジで典型的な例。多分あの人は若い頃にヤンキー50人ぐらい囲まれてボロボロになった経験がある。ツーブロックなヤンキーに。それはしょうがない。それは逆の意味でトラウマだった。そういう経験があるならば知らない。あ、ないな、それは。みんなの学校はツーブロックは禁止？禁止？前は禁止だったんですよ。でもなんか一回2ブロックがなんかダメな理由が分かんないっつって、裁判みたいな子いるじゃないですか、ニュースで。なんて、あれから俺のクラスの一人がしたんですよ、2ブロックに。見たら分かる2ブロックなんですよ、もうゴリゴリの絶対分かる2ブロックなのに、注意されてないし、なんなら何も言われてないらしいんですよ。多分なくなったのかな、あの事件以来。いいね、それは。それはいいやつやん、そいつのおかげやん。じゃあ 俺も2ブロックだからさ、それを理由に学校に行ったらみんなの人気者になるのかな。いや、それで行けよ、じゃあ学校。その心構え大事だな。それはいいじゃん、不登校解消できるよ。それで俺ってみーめ。いや、自分で言うか、お前。え、そういう拘束ない、なんか意味わかんない。前髪の長さとかある？前髪は俺のところを目にかかるぐらいだったら切ってこいみたいなことは。お前めっちゃかかってんじゃん。めっちゃかかってて、お前拘束違反してるやん。拘束違反じゃん。俺でも今は意識、意識喋んな。あ、ごめん。意識喋んな、お前。でもそういう拘束ってまあ人のね、自由の人権を剥奪してると思うんで、よくなってます。人権を剥奪してるというふうに学校に抗議をした結果、その髪が、あの前髪かかってる感じね。普通にでも何も言われないやん。うわー、やべえ、ヤンキーやん、このやん。めっちゃヤンキーやん、お前。ガッチじゃん。ちょ、パン買ってくるわ、俺のために。ありがとう。焼きそばパンで、俺は焼きそばパンだから。ヤンキーが、あの、陰キャに命令して買わせるんじゃなくて、自ら陰キャが買いに行くっていう。あ、楽しい。初めて見た。先手打ったよ。先手打つ。こっちが先手打つわ。こっちが先手を打つと。以外の。あー。それも目弱くなるじゃないですか。うわー、確かにな。あれ？不登校だからやった。あら？一瞬でなんかチーターみたいなのやられたわ。小1はすごいっすよね、小1。まあ小1であの動きすげえな、ほんとに。普通に頭おかしいな。俺、まあ俺と同じぐらいかな、実力は多分。うん。なんかいいよ。なんかいいよ。だってリアクションしにくいもん。だってタモさんフォートナイト頑張ってるし、バカにしすぎるのもよくないかなとも思うしさ。それでタモさんの方が強いと思ったらレラちゃんがかわいそうですさ。どう回答すんの俺たち。俺は今、俺はタモさんのことをね、あの、レナちゃんがうまいっすよって言うとしたけど、あの、そこまで頭がなんか回らなかった。
いやまあ今のは俺が悪かったよね。ちょっと今度レナちゃんとタイマン申し込むわ。行きましょう。レナちゃんに、うん、やってくれますよ多分。おい女って言って。やばい。いやまあ。でも DM でそういう感じだからな、タモさん一番最初の時。おいおいゲームやるぞとかって残機に送ったりするから。意味わからんから。なんですかって返したら返ってこないから。みんなのじゃあ一番の思い出のゲームはコールオブデューティー。いいよ、お前いいってそういうアピールマジでいいね。いやいいだろ別に。なんか言うよ、俺はコットミンですとか自分でやって、コットミンですって言って自慢になるんか。俺は堂々と言うよ、ゼルダの伝説をやったゼルダミンです。ゼルダミンです。分割でやれるじゃないですか、 PO2 とか画面割ってね。あれでめっちゃ友達とスナとかやって、俺はお兄ちゃんとやったよ。画面見んなよとか言いながらバリバリ画面見てす。ね、いや俺もそれはジョセリンとやってたわ。ジョセリンもそういえばあのなんかお父さんに PS2 買ってって言ったら Xbox 買われて泣いたみたいな。いやありますよね、やっぱり知識ないからそういうのはマジで。いやそう、あのさ親ってさどういう感じなんだよな。みんなも大人になったらそうなるかもしれない。もしかしたら俺も思うわ、なんでそういう知識ないのとか、あとはなんでリア友ってあんな全員ゲーム下手なのなんか全員下手じゃん。でもそれはまああるよな。いやでもそれは俺らが特殊なだけだぞ本当に。違う、だって俺の塾、塾長あのエーペックスレベル500なんですよ。塾長ガチ勢やんけお前。エーペックスレベル500でよくエーペックスの話するんですよ。あいつレベル500なのに俺に G7 の当て方聞いてくるからな。どうやって当てんの塾長。お前このチャンネル知ってるんだろ。知ってますよ、小野香さんが好きって言ったんですよ。で俺が名前出したら知ってるって言ったんで、コットが好きって言ってましたよ。あーね、まあみんな今エーペックコット好きな人はエーペックスやってたりするよな。すごい今下打ちとかでありますよね。そうエーペックス下打ちでさ COD とかでは下打ち当たり前じゃないですか。あーまあね、まあ、下打ちするやつは謝るぐらいならさ下打ちすんなよって思うけどね。あれ見たらやっぱ下打ちすぐ謝るやつは意味わからん。別に、じゃあすんなよ、一時の感情に任せて抑制できないの見てない猿と一緒やん。おお言うねよ。俺らもじゃあ下打ちありにしましょう。俺謝んないんで。お前本当に謝んないとか言うのじゃないんだよ。するな。結局ね人の気分を害するもんだから。前まであんな打ってたのに。俺はされてもてめえこの野郎ってなってタイマースッツってなるぐらいだから、ツイッターで怒ってる人たちほどそこまでは気にしないから、やっぱり COD でずっと耐性がついてるから。あれなんじゃないですかね、そのバトロバとか1DS が重いから。あーそっか、確かにね、 1DS が悔しいじゃないですか普通に。あーなんでやっぱりその悔しさ、確かにね。あーじゃあ逆にその悔しさをバネに頑張れよ。そんなな心がなちゃんとできたやつは少ないんだよ。俺も頑張ってんだから、おめえも頑張んだよ。あとはあと一人だ。えかっこよく決めちゃう。ソニックショットになりました。おー誰だ、ちょっとこれもらうか。え、タモさんが9キルしてんだけど、どういうこと。え強い俺、やっぱ俺強くなってんだ。計画だな、どうせ計画か、とか言うの普通に。俺いい感じの計画か。パクリ警察全部取って、お前らがパクリ警察じゃねえかよ。いや今見ねえからタモさん、今紫スカーから禁止カーになりましたよ。あれねえ俺のパクってんじゃん。パクなってんのに乗り方がいいんじゃ。うわ、いってぇ。そんな痛いことある。いってぇ。うわ、あいつ、普通にやる気やん。なぁ。いいね。お前、マジでふざけんなよ、おい。よし、来た。これ持てばもう俺の勝ちだ。もう。やめろちょっと。うわぁ、うわ、やめて、マジで。俺は、これ大したよ。もっと右にいるよ。俺の。お前、これだから。殺すなよ。お前はトリックショットで決めるんだ。やめろ、俺を狙わないよな、こいつ。やばいやばい、なんだこいつ、やべえ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 、もう見えないんだけど、やべえ、殺気がやべえ、殺気が、殺気に満ちてるこいつ。おーい、それはもうせこいわ。こねお前だけじゃ、あと信用できるのは。お前もなんで HP そんな少ねえんだよ。他人に落下で落とされて、どうだった。あの子、あのプレデターの子、あ、家の中入ったよ。えねえ、おかしいだろこいつ。あ、った。おい、この中にいるぞ、家の中いるぞ、おい。おいガチ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 サックス、さっきやばすぎだろあいつ。なんかガチサックスって言ってば、ガチサックス、いやーもうやばいよこいつ残ったら。どうしてあー
もうダメだこりゃ。ナイス。オーマイガーシュ。ダメっすね。楽しそうだ。まあ3人残したらダメだ。お前を残したらダメだな。うん。